株式会社セレッソ大阪代表取締役社長森島博明よりセレッソ大阪の2021年の振り返り及び今シーズンの目標についてご説明させていただきます森島社長よろしくお願いいたしますえ皆さんこんにちは、えー、ただいまご紹介いただきましたセレッソ大阪の森島でございます 本日はですね、2022年、チーム指導会見に、えー、お越しいただきまして、ありがとうございます。あのー、今日ここで、えー、チームの方がですね、淀子桜スタジアムで、えー、今日からスタートいたしました、あのーまあ、私自身、今シーズンが非常に楽しみになっていますし、期待とワクワク感でいっぱいであります。 ぜひ本日はよろしくお願いいたします昨年21年シーズンを振り返りますとチームの方は攻撃サッカーそして育成型クラブそして勝者のメンタルという3本の柱でセレッソサッカーを目指し最低でもトップ3という目標を掲げてスタートいたしました。 12位そして、ルヴァンカップが決勝で敗れ準優勝そして、天皇杯の方も準決勝で敗れ3位 ACL は決勝トーナメントに進出するもののベスト16で敗退と非常に残念なシーズンとなりましたまた、シーズンの途中でですね監督の交代と いうこともあり、えー、セレッソファミリーのサポーターの皆さんも含め、えー、皆さんの期待に応えることができなかったというふうに思っております。えー、まあ、反省課題といたしましては、えー、攻撃サッカーにおいては、まあ、セレッソサッカーを浸透させるというためにですね、まあ、本当にこうメンバーを固定したことで、えー、やはりこう主力の怪我が絶えなかった。 特にやっぱり攻撃の選手が常にこう怪我を抱える中でのシーズンを送るということで攻撃面の完成度というものをしっかり作り上げることができなかったというふうに思います、えー、もう一つの育成型クラブという面ではですね、えー、まあアカデミー出身選手が出場したり新加,入加藤選手をはじめ新加入の選手が 本当にこう出場時間を増やし、躍動して活躍をしてくれました、まあ、そんな中、瀬古選手や西尾選手がオリンピックのメンバーであったり、日本代表のメンバーに選ばれるという活躍もしてくれました、セレッソとして、えー、まあ6年ぶりに坂本選手がです、ね、海外移籍ということも実現をいたしました。 まあ若手の選手でいえばえまあレンタルでタクラブに在籍している選手も実績がしっかりと出せた選手もいれば少し活躍が難しかったという選手もいたように思っております3つ目の勝者のメンタルというところにおきましてはやはりここが課題が一番大きかったんではないかなというふうに思っております。ルバンカップそしてて天皇杯も含めてですね やっぱりこう最後、勝ちきれずやっぱタイトル取れなかった、まあ、勝ちにこだわるチームというものに仕上げることができなかったというふうに思っております、まあ、全体としては、えー、戦力は充実はしておりましたけども、えー、セレッソサッカーの浸透と結果という、まあ、両立の難しさというのを改めて痛感した1年になりました。えー、セレッソ大阪ではではすね 中期戦略をアジアそして世界に咲き誇るクラブになるというビジョンを掲げております中長期的にはです、ね、攻撃サッカーそして育成型クラブそして勝者のメンタルということを今後も追求をしていきたいというふうに思っております、えー、小木監督のもと、ね、この目指すセレッソのサッカーを継承するスタッフの体制や また、アカデミーでは昨年に続き丸山アカデミー・ダイレクターそして風間彌博技術委員長のもと、ね、圧倒的な選手を育成して若手の原石を磨いてですねセレッソで成長し、開会しそして海外で活躍する選手をしっかりと育成をしていきます。またたたそういいっっ選手たちがいずれはセレストに戻ててきて えー、セレッソの大きな力となって活躍をしてくれると、まあ、そういうこともクラブとしては大事にしていきたいというふうに思っております、えー、スローガンにつきましては今シーズンも昨シーズンに続き桜スペクタクルです、まあ、これは、えー、変わりません、えー、最後にですね22シーズンの目標といたしましては、えー、小木監督のもとこのセレッソのサッカーというものを完成度を上げてですね 3位以内を狙っていきたいというふうに思っております、まあ、毎年こう3位以内を目指すというのは非常に簡単なことではないですけども、えー、ここは変わらず3位以内というものをしっかり目指していきます、まあ、これは ACL をこう出場するようになり始めたときからずっと変わっておりませんやっぱ3位以内にしっかり入るということでアジアへの切符もしっかり手に入れるもちろん 今シーズンも含め、近い将来、この J リー,リーグ優勝というのはしっかりと狙っていきたいというふうふに思いますし、昨シーズン、最初の方にもお話ししましたけれども、ルマンカップ、そして天皇杯と、昨シーズン大変あと一歩悔しい思いをしました、そういう悔しさをまた今年大きな力に変えて、ですねなんとかチーム、そしてクラブ、サポーター、みんなが一丸となってタイトルを ぜひ今シーズンは取りに行きたいというふうに思っておりますあのぜひです、ね、あの皆さん今シーズンチームと一緒に戦っていっていただきたいというふうに思っておりますどうぞよろしくお願いしますありがとうございました続きましてチーム統括部長カジノサトシより今期のチーム編成についてご説明させていただきますカジノ統括部長よろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんこんにちは チーム統括部のカジノです私の方から今シーズンのチーム補強チーム編成についてお話をさせていただきます今シーズンのチーム補強チーム編成については各ポジションに同じレベルの選手を揃えましたそしてどの選手が試合に出てもレベルの変わらない同じ戦いができるチームにと思ってやりました その上で、新加入してもらった選手については、J1 で実績のある山中選手、鈴木選手をはじめ、J2 でも活躍をし、セレッソに入り、セレッソでまた成長することによって、まあ、その次、成長していくような選手を揃えました。これもセレッソのスタイルに合う選手を補強しました。 でさらに得点力を上げるために日本のビザを所持しセレソでも実績のあるブルーノ・メンデスを加えました、えー、今年は各選手がそれぞれのポジションでポジション争いをすることによって勝者のメンタルを養い常にアジアを狙うクラブとして よりり、価値にこだわり3以内タイトルを狙います。また、育成クラブとしてこの宮崎のシーズン前の宮崎のキャンプから数名のアカデミーの選手アカデミーのスタッフを参加させることでよりアカデミーの選手の育成のスピードも上げてまいります。私の方からは以上です。 ありがとうございました続きまして昨シーズンよりチームの指揮をとります小菊明雄監督より挨拶をさせていただきますお願いします皆様明けましておめでとうございます今シーズンセレッサ大阪の指揮をとる小菊でございます本年もよろしくお願い申し上げます昨年の8月に監督に就任して約4ヶ月 夏の13連戦から始まり良い時期も困難な時期もありました毎日が非常に刺激的で学びの連続でした今シーズンは昨シーズンの貴重な経験そして歴代の 素晴らしい監督からの学びを生かしていけるように全身全霊で取り組んでまいります私の目指すサッカーに必要なキーワードは3つあります一つはアグレッシブ二つ目はハードワークそして 3つ目は絆です。攻撃面ではボール保持にこだわり常にゴールを目指す攻撃的なサッカー守備面ではゴールを守るのではなく果敢にボールを奪いにいくアグレッシブなサッカーそして攻守に全員が関わり続け ハードワークする、躍動感のあるサッカーを目指していきたいと思っています。今年の目標である、再びアジアの舞台へ、そしてタイトルを取り、三つ目の星を刻めるように、全身全霊で取り組んでまいります。強いセレッソを作ってまいります。今シーズンもセレッソ大阪を、 どうぞよろしく申し上げます申し上げてください今シーズンもセレッソ大阪をどうぞよろしくお願い申し上げます失礼いたしましたありがとうございますアグレッシブなサッカー本当に楽しみにしておりますそれでは新加入選手をご紹介させていただきます背番号六山中亮介 えー、ディフェンダーの背番号6番、山中良介です。えー、僕の、えー、特徴は左足のキックだったり、えー、攻撃の部分すべてを見ていただきたいと思っています、えー。何より、そして何よりあのサポーターの皆さんと、えー、多くの勝利を一緒に共有して、えー、セレッソで今年1年、えー、桜満開にしていきましょう。よろしししくお願いいまますありがとうございました 続きまして背番号16マイクマセイヤ、えー、こんにちはディフェンダーの背番号16番マイクマセイヤです、えー、僕のプレーの特徴は攻守にハードワークすることでまーシュともにアグレッシブに戦ってチームに勢いを持たせれるように、えー、頑張りたいと思います、えー、セレスト大阪の勝利のために、えー、今年1年間戦いたいと思いますのでよろしくお願いします ありがとうございました続きまして背番号17鈴木徳間背番号17番鈴木徳間です、えー、プレーの特徴は、えー、ゲームメイクだったりボールダッシュの部分を見てほしいと思っています、えー、セレストでタイトルを取れるようにベストを尽くしたいと思います、えー、昨年坂本がいましたけど少しいなくて寂しいですけど、えー、こっから頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします ありがとうございました続きまして背番号28岡澤康生背番号28番岡澤康生ですプレーの特徴は90分間通して豊富な運動量とボールダッシュを見てもらえたら嬉しいですユース出身としてアカデミーの鏡になれるよう頑張るので応援よろしくお願いしますありがとうございました続きまして背番号31清水圭介 セブンゴ三十一ゴールキーパーの清水圭介です。えっと自分の持ち味はディフェンスをしっかりと動かしてディフェンスとともに守るコーチングの部分とえっと攻撃参加の部分は得意なプレーだと思っています。えっとまあたくさんのサポーターの皆さんと勝利を分かち合って一つでも多くこの桜スタジアムで。 喜びを分かち合いたいと思っておりますよろしくお願いしますありがとうございました続きまして背番号39牧光平、えー、背番号39ゴールキーパー牧光平です、えー、自分のプレーの特徴はまあ、力強いプレーだったり <laughs> 1対1のシュートストップです、えー、自分の役割を全うしてチームの勝利のために頑張っていきたいと思います セレッソサポーターの皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして背番号四十一中原光背番号四十一番のミッドフィルダー中原光です、えー。自分の持ち味や、えー、ドリブルの仕掛けだったり、えー、左足のキックっていう部分を、えー、ぜひ皆さんに、えー、見せ見せれたらと思います。えー、セレッソ大阪のために、えー、全力で努力しタイトル獲得のために。えー プレーしたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございました続きまして背番号50山下達也、えー、背番号50番山下達也です、えー、2年半ぶりに帰ってきました、えー、気持ちの入ったプレーで、えー、チームを引っ張っていきたいと思います、えー、最年長でもあるので、えー、いい影響を与えれるような選手になりたいと思いますよろしくお願いします ありがとうございました続きまして2022年より新たに加わるクラブスタッフをご紹介申し上げます酒本範之,之アンバサダーです酒、はい、本さんよろしくお願いいたします,しますではアンバサダー、はい、意気込みをお願いいたします、はいえー、皆さんこんにちは えー、今シーズンからセレッソ大阪のアンバサダーになりました、崎本紀之です、えー、このクラブに、えー、帰ってこれて、えー、本当に、えー、幸せです、えー、ここにいる新加入の皆さんの勢いに負けず、えー、チームとともに日々、自分も成長していけたらなと思っております。 い、えー、うこと忘れましたねちょっとすいません、えー、今シーズン、えー、チーム一丸となってタイトルを取れるように、えー、精一杯頑張っていきたいと思いますので、えー、これからもよろしくお願いします以上です、えー、まず皆さんにご質問です、えー、セレス大阪のチームの印象、えー、またあ関西 県外のから来られた方多くいらっしゃいます。えー、大阪の街の印象を教えてください。そしてあの山下選手あのお帰りなさいということで外から見たセレッソどのように映っていたか教えていただければと思います。よろしくお願いします。えっとまあセレッソ大阪のイメージは、えー、はいはい、えー、まず今日練習、えー、午前中やってみてやっぱにぎやかで、えー、すごい活気のある え練習だったしえ外から見ていてもそういうチームだったんじゃないかなと思ってたんでまあそのイメージ通りのチームだったというかえその仲のいいそのファミリーみたいな雰囲気っていうのはえ外から見ても感じ取れましたしえーすごいうーん溶け込みやすいなと思って見てましたしえーまあチームの,あのサッカーの部分でいうとえやっぱりクロスからっていうのもすごい たくさんあったので、まあ、自分のスタイルとも合うんじゃないかなと思いましたし、えー、そこら辺は楽しみにしていただきたいなと思いますあ大阪の街についてはですねんまあ、本当、えー、来たばっかりなんで、えー、初めて関東から出て、えー、そのエスカレーターの,あの右左みたいなのもちょっと戸惑ったりもしましたけど、えー、そういう、えー、大阪の文化みたいなのも、えー、触れて、えー、まあ 楽しみに、えー、その食文化ととかもすす。す。ごごいいい楽しししみにしていまま以上ですありがとうございました。と今、山中選手が言った通り、本当にみんな仲が良くて、賑やかで、ファミリー感が強いチームだなっていう印象を持ってここに来て、本当にその通りのイメージだなっていう、ま,あ、まだ今日からですけど、1日目から感じ取れましたし。 大阪は僕、大学のときに大阪の大学通ってたんで少しは分かるんですけど運転とかあまりしたことなくてまだ大阪に来て数日ですけどまあナビを使いながらまあ道を何回も間違いながら過ごしてます早くなれたいなって思ってて思ます。セレッソ大阪のイメージは 経験ある選手がたくさんいて、えー、日本代表にもどんどん入っていくっていうイメージがあります、えー、大阪の印象だと、まあ、僕はあまり都会に住んだことがないので、まあ、交通量の多さだったり人混みの人の量の多さとかにちょっと今戸惑ってて来て2日か3日なんですけどちょっとストレスでやられそうです。 えー、そんな中でも頑張っていきたいと思いますアカデミー時代からの印象通り、えー、先輩方が優しくすごく溶き込みやすいなと思います、えー、サッカーではサイド攻撃など、まあ、守備ではしっかり、えー、組織を作ってやるっていうことで僕のプレースタイルと合ってると思って、まあ、昇格することに決めました、えー、僕は生まれた時からずっと大阪なんで もうこれが普通だと思ってるんで、えー、大阪人らしく明るく元気のいい性格でやっていきたいと思います。以上です。ありがとうございます。素晴らしいスキルを持った選手がたくさんいるということと、あのまあ今まで所属してきたチームの中であの一緒にプレーしてきた選手もたくさんいますし、本当にとく溶け込みやすく練習に参加させてもらっています。と大阪の印象は、えっとまあ、京都に僕7年 あの住んでたんですけどもまあ休みがあるたびにって言ったらちょっと言い過ぎですけどまあ1か月2か月に1回ぐらいえ休みがあれば大阪に来ておいしいもの食べに来たっていうところで本当に大好きな町ですはいありがとうございますまあみんなとかぶってしまうんですけどそのまあみんな一人一人技術力があってえみんなとても仲がいいなっていう。 印象です、えー、大阪の街の印象はまあ、人と喋ってて、その関西弁がみんな結構強くて、そのトゲを吐いてるわけじゃないんですけど、まあ自分からしたら結構きつめに言われてるのかな？っていうので、たまにへこんだりしてますね。以上です。ありがとうございます。攻撃的なサッカーをしているイメージがあったので、えー、僕自身。まあアタッカーということで。 ここで競争をして成長につなげれたらと思ってます。大阪の印象はまあまだ来て三日ほどなので、まあそうですね交通量の多さだったり人の多さ、そういうものにまあ少しずつ慣れて、大阪のいいところにこれから行ければなと思ってます。ありがとうございます。えまあ外から見たセレッソの 印象っていうのはうん、自分がいない間に若い選手がすごく成長して、えー、代表にまで上り詰める選手も出てきてますしそういう面ではうんやっぱり、えー、すごく評価されてるクラブでもあるし価値のある、えー、ブランド力のあるようなクラブっていうのは。えー まあ前,いたせん前いたチームの選手も言ってましたしえーまあゴール後のパフォーマンスとかそういういみんなの喜び,喜び方一つ見てもそのチームの雰囲気が分かるっていうような印象なのでまあこのチームでまたやれるのが楽しみですはいえまあ先ほどご自身の,あのプレースタイル特徴というのをおっしゃっていただいたんですけれども。 何を求められてこのチームに来たかご自身がこのチームの役割はどのように考えているか、えー、教えていいただければと思いますすそうですね、えーまあ、セレッソには僕の同じポジションでいうとやっぱそのスーパーな丸イ選手っていう選手がずっと試合に出てて本当、えーえー、勉強になることばかりだと思いますし、えー、そういった選手の牙城を崩していけるように僕自身頑張りたいと思ってますし。し そして何よりセレストにタイトルをもたらすってことは三つ目の星をつけるってことを今年のミーティングでもチームとして目標に掲げているのでそれを達成できるように少しでもチームの力になれれば嬉しいなと思いますえセレストは本当にアグレッシブに攻撃的なサッカーをしているっていう印象があって 僕自身、攻撃にの部分は自信を持ってやってて去年もえ数字にこだわるっていう自分の目標を掲げてやってきてまあその点に絡むっていう部分を今年も自分の目標としてやっていきたいと思ってるんでまあ結果にもこだわりながらやっていきたいなと思っています。僕が このチームに求められていることはやっぱ勝利することを確率を上げることだったりあとは僕が攻撃のチャンスを演出したり得点を取るというところが求められていると思っているのでそれを多く作っていきたいなと思っていますえ僕は中盤の支配だったりまあ守備のスイッチ攻撃の起点になることが求められていると思います。アカデミー出身として えー、下の選手たちに夢を与えられるようなことをできれたらなと、まあ、セレスはずっと、えー、キム・ジンヒョン選手という素晴らしいキーパーが、えー、ゴールマウスを守ってきたんですけども、えっとまあ、その素晴らしい選手と切磋琢磨しながら、えーまあ、お互いがこうお互いを認め合いながら、えー、日々成長できてい,いけたらいいかなというふうに 思っているのとまあもう僕自身、ベテランの年齢にもなってきていますのでえまあ若手の選手へのまあいい影響もえまあ普段の生活だったり振る舞いだったりまあそういうところのお手本になっていければなというふうふに思ってます自分はまあ実力的にもまあ下からのスタートだと思うのでまずは経験ある。 ゴーーールキーパーがたくさんいるのでその先輩方からいいものを盗んで自分が成長して先輩たちを食っていけるように取り組んでいきたいと思いますあとは練習の雰囲気なども明るい雰囲気になれるような声がけだったりをしていいいきたいと思います自分が求められていることはやっぱりまあ アタッカーなので、えー、数字の部分だと思ってます、えー。ゴールだったりアシストっていうのを、えー、今年もしっかり、えー、出せるように、えー、努力していきたいと思ってます。まあ自分が経験していたしてきたことを、えー、若い、えー、選手に伝えるってことがまあ自分に自分の使命かなと思いますし。 まあそういった中で自分もスタートからいけるようにしっかりアピールしていきたいと思いますまあこのセレッソに入って今シーズンどういったプレーをしてサポーターと一緒に喜び合いたいかサポーターへのメッセージという形で意気込みをいただければと思います。えそうですね、えー 本当にサポーターの声が出せない中でも手拍子だったりっていうところで本当にサポートいただいて選手は本当心強いですしそのサポートがあるから僕たちは勝利に向かって動くことができるので本当感謝してますし本当1つでも多くの勝利をサポーターの皆さんに届けて。 え少しでも笑顔を増やしていけるようにえ頑張りますのでえ僕個人としてはやっぱりキックだったり攻撃の部分でえたくさんのゴール、アシストそういったところでえ貢献できるように頑張りますのでえそこを期待してえスタジアムに来てください。よろししくお願いいますす僕がこの世界に入っってからずととコロナ禍という状況で,ですけど やっぱり手拍子だったりまあその他の部分でもえたくさんパワーをもらってここまでやってこれたんでまあ見てる方々にワクワクするプレーをしたいっていう自分の持ってるものがあるんで皆さんには見てて楽しんでそして、ともに勝利をつかんで帰ってもらえるようにこれから頑張っていきたいと思いますよろししくお願いします。 サポーターさんやファンサポーターの皆さんの力っていうのは僕らのパフォーマンスをすごく上げてくれるものだと思っています逆にスタジアムに来て僕らがピッチで躍動している姿を見せてまた試合を見に来たいとか楽しかった、そうワクワクしてもらえるように頑張っていきたいと思いますえここ2年間ほどコロナ禍でサポーターが入場制限されたりすることもあったんですけど 今年からまた入ることができて、サポーターの皆様の応援が僕たちの後押しにもなりますし、見ていて楽しいサッカーを繰り広げ、来てよかったなって、応援してよかったなと思えるようなシーズンにしたいと思ってまスレスをいます。 ここの中で本当に歯がゆい思いをされているサポーターの皆さんが本当に多いと思いますけれどもセ、えー、レッソの魂を選手全員で見せ続けてたくさんの勝利をサポーターの皆さんと分かち合いたいと思っていますえっとたくさんのセーブをしていきたいと思いますよろしくお願いします、えー、今シーズンからはまあたくさんサポーターが入るということでまあ。 選手全員勝利を目指して必死に頑張ってサポーターの皆さんと勝利を分かち合いたいと思います。サポーターの皆さんよろしくお願いします。えー、コロナ禍ですけど、えー、サポーターの応援っていうのはすごい力になりますし、えー、存在っていうものが本当大きいものだと思ってます、えー。僕たちはしっかり試合に勝ってサポーターを笑顔にしてまた。 応援に来てもらえるように頑張ります再びセレッソサポーターの前でプレーできることに喜びを感じながら僕自身、このよどこを桜スタジアムでまだ一度もプレーしてないのでそのあたりも楽ししみにしています昔ながらのセレッソファンからしたらキングサーモンが帰ってきたという感じでこう,いう嬉しい気持ちになるんですけども。 この先もっとアンバサダーとしてセレストに帰ってきて何かやりたいことこんなことやってみたいなこんなこと考えてるんですが今あれば教えてください。そうであのー、あありがとうございますあのな、ー、んですかねあの森島さんはじめ、えー、西澤秋さん、えー、藤本光太さん光太さんってあの藤本光太 えまあ先輩アンバサダーの方々があのや,っぱやってこられたことというのはもちろん続けていきたいですしあの先ほどおっしゃられたようにえ新しいこと何か取り組みたいなっていう気持ちはめちゃくちゃあるんですけど今のところまだ全然何も浮かんでなくてとりあえずあの目の前の仕事を全うしようかなとでそこから先にもし何かこうひらめきだったりえアイデアが。 あればあのチャレンジしていいいきたいなというふうに思ってまますほん、ま、みんなしっかりしてるなっていうのと、えー、っと、やっぱあの僕もこういう会見を、えー、2回したんですけども、やっぱこう、選手として、えー、こういう、えー、なんていうんですかね、会見でしゃべるっていうのは、またこう幸せやし、うらやましいなっていうのを、えー、思いながら見てました。 あとはまだ、いや、山下が全然持ち味出してないなっていうのと。<laughs> ちょっと、あの、事前の打ち合わせとちょっと違ったんで。<laughs> そこは、まあ、ちょっと、はい、あれですけど。はい。失礼しますあ。ありがとうございます。山下選手、よろしいですか。今のままで <laughs>。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。<laughs>